場合ですと5分待ちでご案内しております。おはようございます。お願いいたします。
一体何があったのか、お話ししましょう。それは悪夢のような物語。ある暗い冬の晩、ジャック・スケルトンはふと思いました。ハロウィンタウンには何かが足りない。そんな時、ジャックが目にしたのはクリスマスタウンの暖かい明かり。すっかりクリスマスに心を奪われたジャック・スケルトンはサンテリークローズになることを決心したのです。親愛なる皆さん、私たちの楽しいクリスマスのようこそ。アクセスリーのような素晴らしい光景をご覧に入れます。もう後のことはできませんので、もっと奥へ入ってもらえますかな。肩の力を抜いてごゆっくりとおくつろぎください。でも決して気を抜いてはいけませんよ。誰かはいない。クリスマスの前の晩、家は悪夢に包まれてネズミさえも震え出す。なぜなら今宵はお待ちかね、サンディークローズがやってくる。なぜお前の自然は不気味なプレゼントが詰め込まれ、すやすやに行く子供たちもやがて悪夢にうなされた。サンディークローズが最初に立ち寄るのがこの屋敷。おもちゃでくれた大きな袋を背負ってね。さあお急ぎください。生きているならテキパキと。もたもたしているとはみ出てしまいますぞ。